え、これは普段の感じでいいってこと？はい、もうまなみちゃんで。ああ、OK です。いや、これはちょっと本土最南端ラジオとして始めようと思ってて、なんか聞いたら多分ないって言ってて、あんのかな？なんかね、南大隅で、はいはい、ポッドキャストかなんかはやってる気がする。じゃあメディアで、あの映像プラスみたいな。そうね、それは多分本土最南端かも。そうラジオはエッチ人にしようと思ったの。うん、おその由来は。は、いやなんか地方移住して、うん、それこそ今 SNS でこういろいろ発信してる中で、うん、最初なんか自然とかさ、うんうん、そういうものなのかなと思ったの。うん、けどなんかちょっと違うなと思って、ああ、じゃあなんか観光名所なのかなと思って、うんうん、それとも結構いろんなとこもあったんだけど、うん、まあ、観光名所ってネタも尽きてくるし、わかる。違うなぁと思って、うん、何があるかなと思って、やっぱ人だなと思って。うんうん。それこそ今、青森に移住もしようと思ってて、うんうん、その時に移住したいと思ったら、そっちで、あ、この人がいいっていうなら、なんかここに移住してみようかなって思った人と出会ったから、うんうん、人だなと思って、じゃあこの企画も人をテーマにやろうと思って、最初のタイトル人にしたんだけど、うん、なんかそのまますぎるなと思って。うん、で、人ってローマ字変換すると、うん、HITO じゃん。で、糸があるなと思って。糸ってつなげんじゃん。はい、で、はい、H がつなげる糸で、俺、ひろつぐだから、うん、H で。で、H がつなげる糸で、まあ、H 糸でいいかなと思って。いいね。そうそう。なんか言われるとすごい、うん、おーって感じ。なんかそれを考えるの好きなんだよね。なんか得意よね、しかも。そう、マジ言葉遊びそう、得意で。愛さめさんもそうやけどさ。そうそう。いや、すごいなと思う。そういうの苦手な人だからさ。あー、なんかね、ランニングとか最近ハマっててずっとしてて、ランニングの時ほぼ無なんだけど、なんかその時にふと考えて、こう、ランニングしながらブレブレになりながらメモするってやつ。ランニング、あれやろ、山登りの後からずっとやってんやろ。すごいね、続いてんの。あの、花瀬のなんだっけ、トレイルランだっけ、はい、あれ出ようと思ってて、そう、それに鍛えるためにちょっとやってます。うわぁ、トレラン、めっちゃ多分みんな喜ぶと思う。本当？なんか結構、町外の人が参加するのが多くて、まあね、人口もそんな多くないからもあるけど、そうだよね。でも町内の人あんまり、なんか役場職員はさ、もう、そのお手伝いで借り出されるしさ。はい。なんかあんまりいなくて、たくさん。いやー、ちょっと出ようかなと思って。なんか、あ、そうだよ。もうちょっとまだ、俺ばっか話しながら。ね、なんでよ、楽しいやん。まなみさんの自己紹介もしてもらいたいですね。自己紹介。大阪生まれ、大阪育ちの28歳。同い年ですね。はい。何やってる方ですか？フルート奏者をしてます。うん、で、地域おこし協力隊もしてます。協力隊の中で何をやってるんですか？もうめっちゃ聞いてくれる。協力隊はですね、うん、アート系のイベントの企画運営と、うん、アーティストインレジデンスの運営をメインでやってます。いや、なんで、まなみちゃんを最初に選んだかというと、それこそね、アーティストインレジデンスで僕は来たので、うん、本当にまなみちゃんと出会ってなかったら、健康場に来てなかったし、もう何回も言ってるけど、まなみちゃんのこの働き方というか、今もね、音楽家としてもやってるし、そういう活動もやってるし、しかも、ね、いろんなところにこう演奏しに行ってるし、なんか、本当に実際にそういうしてる人がいるんだって、うん、もう出るケースでいたから、うん、もうすぐ飛び込めたのは、あなたのおかげなんですよね。嬉しいわ。しかも同い年だし。そう、でもなんか、初め本当になんかみんな、うん、ざわついて、水谷くん、水谷くんって言っていいの？もう何でもいいっす。愛さめさんじゃない。いや、水谷くんでも何でもいいです。いつも通り大丈夫です。なんか、すごい、うん、いやもうなんか、もう来ますみたいな感じだったからさ、大丈夫かなみたいな。すごいなんか来て、来てくれるのはさ、嬉しいから来てほしいけど、うん、なんか結構、今までもさ、やっぱりこの人によって、錦江町のイメージとか、はいはい、なんか地方移住のキラキラしたイメージばっかりがこう映るメディアもあるからさ、すごいなんか現実そこだけじゃないやん。そうですね。もちろんめっちゃ楽しいけど、なんかそこがもしかしたらなんか来た後に
すごいなんか思ってたんと違うって、なんかがっかりさせちゃったらどうしようっていうのがちょっとあったの。なんか、それこそこうやって映像で発信してるから、うん、なんかもうそれを別に届けちゃえばいいかなと思ってて、なんかリアルじゃん、それが、うんうん。なんかそうやって発信してる人いないからこそいいかなとも思ってたから、行っちゃえと思ってきちゃった。いや、しかもね、水谷くんの多分性格もあるよね。こう何でもプラスに捉えれるやん。いや、ほんとね、便利だよね。何でもいいやと思っちゃうんだよね。でもどこ行っても誰とでも、なんか楽しくさ、うん、過ごせる人やん、きっと。確かに、確かに。だからなんかそう、いや、そんな水谷くんでよかったなって思う。いやいやいや、ありがたいっすね。本当になんかみんな優しいし。うん。うん、ね、楽しいよね。あったかい人が多いよね。いや、多いっす。で、まなみちゃんが今、2年、何ヶ月ぐらい ?2 年、うん。4月20やから、うん、2年、5、6ヶ月。先輩だ。まあ、2年半。え、今後はどうしていくの、ここは。今後は、錦江町を中心に、うん、その今やってるアート系のイベントと、うん、レジデンスの運営を継続していくための会社を建てたから、それ、会社を建てたすげー。そこを中心に、裏方としては。はいはいはい。だからなんかやってる、やることは今まで協力隊時代とあんま変わらへんようにしたくて、でも、やっぱこう、演奏する側としてもさ、うん、しっかりやっていきたいって思いがあるから、うん、まあ、そっちはあんまりこう、鹿児島とかだけにこだわらず、なんかあちこち行きたいなっていう、なんか本当にぼやっとした夢やけど、はいはい、なんかちっちゃくてもいいから、うん、47都道府県全部でそれぞれ演奏したいの。素晴らしいな。なんか、ちゃんとそれも、ただ演奏しに行きますだけじゃなくてさ、うん、なんかそこを、の人たちとこう、うんうんうん、関係を作って、つながって、で、ご縁あって、そうなったらいいな、みたいな。だからなんか焦ってこの1年の間にとか言うわけじゃなくて、なるほどね。なんかちゃんといろんな土地にもっとつながりを作って、うんうんうん、で、この、私が建てた会社が淡いっていう名前なんですけど、淡、はいはい、が運営するレジデンスが別に錦江町、とか大隅半島だけじゃなくてもいいと思ってて、あ、それすごいな。なんかもしなんかそのご縁がさ、うん、どうなるか分からへんやん。うんうんうん、でもなんかそれも淡いらしさというかさ、あ、なんかそこでつながってなんか多分人ありきの会社だと思うから、うん、本当になんかそれぞれご縁がある場所に、うん、なんかなんだろうな、レジデンスっていう拠点があって集まってくる人がいてみたいな。のがなんか錦江町がまあ第一拠点っていうかさ、中心に、うん、自分もなんか多拠点生活、その水谷がやろうとしてるさ、はいはいはい、多拠点生活めっちゃ憧れっていうか、うんうんうん、やりたいなって思うから、うん、なんかそうなれるようにしたいなっていうのをぼんやり今のところ思ってるかも。すげえ、なんか本当に俺がやりたいなって思ってることを結構もうまなみちゃんが先頭走ってることが多いから、いやいやいや、なんかすげえ勉強になるし、それこそ今クラファンでやってるじゃん、空き家回収というか、それも聞きたくて、うん、自分ももうまなみちゃんが錦江町でやってくれてるから、うん、多拠点でいろんなとこで自分はスタジオとかそういうものを作りたいから、どうやったらやったらいいのかなって思った時に、あ、クラファンがあると思ってやってるから、うん、どういう経緯で、なんであれになったとかも、あんまちゃんと聞いたことないから。確かに。聞きたいなと思ってて。うん。クラファンは、うん、なんか、なんだろうな、一番初めなんでやろうって思ったんやけど。いや、マジ気になる。でも、うん、なんか結果的にやろうって決断したのは、うん、なんかこの活動を知ってほしいが半分だった。ああ、そういうことか。なんか結構、まあもちろんそう資金集めがさ、うんうん、なんか目的っていうか、うん、って感じなんやけど、うん、でもなんか、多分それやったら普通に寄付お願いしますとかさ、はいはいはい、なんか企業さんにお願いしに行ったり、でも全然いいっちゃいいっていうか、うん、なんか、でもこう、一個人として SNS でさ、うんうんうん、こんなことやってますとか、はいはい、なんか言うだけじゃ届かないこともいっぱいあるやん。
なんか あんまさ、私は映像クリエイターとかでさ、面白い動画を作れるわけじゃないしさ、発信の仕方もそんな上手じゃないから、なんか、そういうクラファンとか、なんか、クラファンやったらそのサイトに見に来る人ももちろんいるし、で、やっぱ、そういうのってこう、今抱えてる課題があって、それを解決したいから、このお金を集めてますみたいな。なんか、それぞれのストーリーがあってさ、そのストーリーをまるっと読んでもらえるっていうのは強いなって思っ確かて、にそれすごいよね。なんか、あの1ページでさ、もうまとまってるっていうかさ、その人の人生と、実際やってきたことと、で、これからどうやりたいかを、まあ、まとめるのめっちゃ大変やけど、一回まとめちゃったらさ、もうそれを読んだら、なんとなく知ってもらえるから、なんかそれは、めっちゃ強みやなと思って、だからなんか知ってほしい半分、だったかな。確かにそういう使い方あるんだ。そう、なんかそれも、私もあんま初め思ってなかったけどさ、ただお金必要やからなとか思ってたけど、でもなんか、いろいろこう準備していく、中でさ、あ、これはそもそもそういうものだけじゃないんだみたいな、そういう目的だけじゃないんだっていうか、なんか、まあ実際挑戦した人の話もいろいろ聞いたしさ、なんかそうするとすごい、あ、なんかここでこう、こういうこと今頑張りたいんだって自分が断言しちゃう場っていうかさ、私はこれを頑張ります。で、人のお金をもらうからさ、責任もそこには伴うわけやん。だからなんかそれを言っちゃうって、まあある意味大事だなっていうか、ぼやっと、いやこれやりたいだけじゃなくて、断言して、だからこの期間で絶対集めるみたいな、そっか、期間決まってんの、すごいやそうやっちゃうと、ある意味周りも、あ、なんか本気で取り組もうとしてんねやなっていうのと、なんか、こういう活動をしてる子がいるのねっていうのを、ちょっと知ってもらえる機会っていうかさ、になるやろうなって思って、クラファンしようってなった。今こう支援してくれる人って鹿児島以外でもいるんですか？います。なんか、全然知らない人も半分ぐらいいて、そうなの？うん。知らんかった、それは。初めの方はさ、やっぱりこう、周りの人とか知り合いばっかりやったけど、この人誰やろうとかっていう人が結構増えてきて、で、私全員に個別メッセージ送ってるの。いただきました。いただきました。ありがとうございます。って感じ。それで、なんか知らない人にもさ、なんかちゃんと送るんやけど、それで返信返してくれる人がいて、そういうのを見るとなんか、実はなんか錦江町出身でとか、なんか、地元が花で近くて、とか、なんかそういう人も、いや、なんか、地元のために頑張ってくれてありがとう、みたいな、なん言っかてくれさ、たり。それってマジでさ、地方だからできることだよね。うん。なんか可能性すっげえあると思ってて。なんか俺もインスタでさ、よくリールとかであげてんだけど、なんかすごい長文のメッセとか来んだよね。なんか出身、それこそ出身で、なんか取り上げてくれてありがとうございました。で、私の高校時代はこうで、みたいな。すごいなんか思い出をこう共有してくれることもあって、なんかそれってやっぱ地方でやる意味あるなってすごい感じてやっぱね、なんか、多分地元出てる人ってさ、なんだろうな。やっぱり、なんか働き口がないとか、進学先がないとか、なんかまあそれぞれいろんな事情があって出てるけどさ、なんかそこが別に全員が全員嫌いになって出てるわけじゃないからさ、思い出もあるそうだよし、ね。なんか大事な場所ではあるから、それをなんかまた別の人がさ、いや、それ、私もいいと思ってたって言ってくれたらさ、嬉しいやん？そりゃ嬉しいやん。嬉しいよ な。なんかそれがある意味、なんかこの移住者とかさ、まあ協力隊もそうだけど、協力隊になった時は、1年目の仕事は、なんか移住して、その移住ライフを満喫してるっていうのを、みんなに見せることが仕事だよって、誰かが言われたことがあって、これが今言ってることだ。いや、本当に、なんか、なんだろう、街の人ってやっぱり、いや、こんな田舎町、楽しくないでしょうとかさ、なんか、
謙遜じゃないけど。いや、そうだよね。うん、ね、なんか、いいところ、ここいいでしょっていうよりもさ、うん、いや、なんか大丈夫とか言ってくれる人が多いから、うん、やっぱなんか来てすごい楽しんで、あ、若い人が楽しめるものがこの街にはあるんだって、うん、その、住民さんが価値を再認識する。っていうのも協力隊の仕事の一つじゃないかな、みたいな。言われたことがあって。それはみなみちゃんが言ってたんだけどさ。さすがす、みなみちゃん。さすがす。確かにそうだね、うんうん。だっていきなり来てなんか街の課題解決しますってさ、そんな乱暴なことないっていうか、その街のことも知らんしさ、確かに。なんか、知ったかぶってさ、何十年も住んでる人よりも偉そうな顔して言えること何もないやんか。うん、だからやっぱりなんかまず知ること、と楽しむことが大事だよって言われたことがあって、なんかそれはめっちゃ、あ、ほんまやなってなんか思った。響きますな。ね。すごい。さすが、みなみちゃん。ねえ。同い年の。すごいよな。やっぱけど移住してきて、同い年が多いっていうのも大きいな。うん。嬉しいな。突然。突然増えたよ。マジか。なんか水谷くんが引き寄せてきたかのように。あれだって、おいくんもね、同じ年に来たし。うんうんうん。なんか他も、今度また同い年の子増えるよ。来年頭とか。何やってる人ですか？なんか山中さんがやってる事業で、へぇ。移住してくる女の子。あれなんか今やってるやつ、あ、そう。募集してたやつ、うん。あ、写真提供したわ。うん、それそれ。へぇー。あれで、女の子が来て、なんか一回ね、面接で来た時に会って、はいはい、で、何歳ですかって言ったら、今年28ですって言うから、同い年とか言って。同い年見られました？へぇーって言われました。絶対30、なんか、伊藤さんって30、なんか30から入んの。31くつですかみたいな。そうなのか。でもすごく可愛らしい子が。楽しみだな。うん、楽しみだな。絶対なんかまた話聞きたいし、仲良くなりたいなって思って。確かに。いろんな出会いあるっすよね。うん、楽しいよな。なんか人が少ないからこそさ、うん、付き合い、一人一人との付き合いって濃いやん。濃いな。なんかそれも、私は大阪生まれだったしさ。はいはいはい。なんかめっちゃ新鮮っていうか、都会ってある意味人と付き合わなくても生きていけちゃうやん。うん、うん、娯楽もたくさんあるし、うん、なんとかなっちゃうよね。ご近所付き合いなんてなかったし。うん。だからなんか、でもこっちってなんかやっぱ人ありきっていうかさ。人っすよね。うん。すごいなんか、一人で何でもできるって思い上がってたな。都会に住んでた頃の私みたいな感じする。そうやそう。だって移住初日も空港に迎えに来てもらったし。あれがなかったら俺ずっと未だに空港にいるんだもんな。あのまだ、あ、お疲れ様です、みたいな頃の距離感ね。やばいよな。懐かしいけど、あれまだ4ヶ月 ?4 ヶ月ぐらい。マジもう何年もいる感じするもん、ここ。なんか4ヶ月って言われて信じられないもん。俺も信じられない。しかもなんだかんだ多分、東京とか仕事で行ってるから、滞在してるのは2ヶ月ちょっとなんだよね。うんうんうん。すごいね。うん。信じられない。いやー、すごい信じられない。みんな優しいっすな。優しいよね。うん。なんか、うん。もちろんこの人が近いことでさ、うん。なんか疲れるなって。思うこともさ、うん、みんな多分それぞれあるし、うん、なんかそれがどうしても耐えれないっていう人からしたら地方移住、うん、みたいな思うかもしれないけど、でもなんか、私はすごい心地いいなって思うかな、なんか。いいよな。俺は変わったわ、こっち来て。うん。東京行った時とかはもうずっと制作してて、うんうん、家にこもって、本当に年に人と遊ぶのを片手で数えるぐらいだったの。で、こっち来てもそのつもりだったけど、
買っちゃったな。マジ毎日遊んでるもん。インスタとかも大丈夫ってぐらい遊んでる投稿出てるもん、俺。いや、めっちゃ満喫してるのがすごい、あ、素敵だなって思ってるよ、あれ。いや、本当に。なんか、夏のさ、夏いっぱい遊んだみたいなさ、出してやん。大事ですね。出てましたけど。めっちゃギュッてなってんなと思って。なんか、そういう経験もありがたいなと思って。日焼けとかマジ気にしなくなったもん。いや、マジさ、来た時さ、うん、覚えてる？なんか、日焼け絶対したくないんですとか言ってさ。言ってましたね。ずっと長袖長ズボンで言おうと思ったの。なんか、日焼け止めをもらってみたいな。もらった。送別祝いで日焼け止め。言ってたなって思って。マジ変わったわ。価値観変わったわ。マジで。私もでもそうだった。なんか、焼けるのとか絶対してこなかったしさ、うん、めっちゃも日傘とかしてたけど、はいはい、それよりもなんか楽しみたいとかさ、うんうんうん、今楽しいがなんか買っちゃうようになって、うんうんうん、なんか本当は良くないけど、なんか肌なんてターンオーバーするやか大丈夫みたいな。大丈夫大丈夫。27歳だから大丈夫。若いから大丈夫。ねえ、え、まなみちゃん普段、休み何やってんの？なんかすごい面白くないことを言うと、うん、寝てる。寝てる。なんか、寝だめっていうかさ、うん、もうなんか、はいはいはい。一日休みとかがなかなかないから、忙しい。いやいやいや。なんか丸一日休みってなったら、うん、ようやくこの目覚ましをかけずに寝れるから、本当になんか、日夕でも何でもなく、もう夕方ぐらいまでずーっと寝て、ようやくなんか、ご飯食べよっかな、うん、家事しよっかなとかさ、なんか洗濯物とか溜まってるからさ、うん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 、あ、家事しなーってなって家事したら、休みの日終わってる。いや、幸せやな、それ。なんか、うん、休みじゃない時の方がこう、一回外出ちゃうとさ、うん、何でもそのうちにやっちゃえって思うからさ、うんうん、なんか遊んだりご飯行ったりするのも、仕事ある日の方が多いかな。うん、なんか休みの日にめっちゃ遊びに出かけるっていうことがあんまりないかも。うん、なんか、ちょっと話違うんだけど、まなみちゃんってなんでそんな活発なの、うん活発かな？行動力すごくない？そう。なんか、すごくない行動力。そんな風に見える？思います。なんだろう。いつからというか。でも、なんか協力隊っていうのは、ちょっと大きい。うん、ちょっと大きい。うんうん、なんか、3年って期限が決まってるからさ、なんかなんとなくこの、間にこれはしたい、うんうん、ここまで行きたいとか、うんうん、なんか、まあ、種まいとかないといけないなっていう思いがあるからさ、うん、協力隊期間内に。だからなんか、花咲かなくても、とりあえずこう、芽出なくても、もう種だけ今のうちにまいとかなみたいなのはなんかあるかも。気合がすごいなって思って。いや、種、もうなんか豆まきみたいな、節分みたいな感じでやってるから。すごいなと思って。そんな動いてないよ。けどその投げられた豆が俺がやりたいことが多いから、うんうん、なんか、そうだね、なんつうんだろう、参考にもなるし、なんか近くにいるから、うん、さすがっすねって思う。いやー、私は水谷くんが朝から晩まで制作してんのをいつも尊敬の目で見てるよ。フォーフォー言ってますけどね。いやでも、なんだろうね。うんどっか、焦りもあるかも。うんうんうん、なんか、誰も責任取ってくれへんやん。はい、そうだな。なんか、会社とかでもないし、雇われの身でもないから、自分の好きなことを仕事にするならさ、その責任も伴うやん。だからなんか、やらなが強いかも。どっかで多分焦りがあるから、うん、あ、これもやらな、あれもやらな。今のうちにやらな。うん、ああ、あれも、あれも、あれも、みたいな、できちゃうかも。そうだよね。うん。いや、
ごいよな。街の人はみんな知ってるもんね、まなみちゃんの。いやいやいや。でもありがたいことになんか、うん、そこをメディアでちょっと取り上げてもらったりとかさ、はいはいはい、あったから、うん、なんかそれもまあ協力隊っていう強みでもあったなっていうか、協力隊やからっていうのも絶対あるからさ、なんか恩恵受けてるなって思う、協力隊としての。協力隊知ってる人そんなに、どうなんだろうね。俺知らなかったんだよね、こっち来るまで。私も知らなかった。ね、でもなんか知ったとき、これやーってなったけどね、うん。で、お金もらいながらさ、うん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 、なんか好きなことチャレンジできるってさ、はいはいはい。いや、これしかないみたいな。なんか、そもそも音楽家が地方移住ってうまくいくのかもわかんなかったし、はいはい、なんか、ねえ、まあ当たり前に蓄えもなかったし、うんうん。まあまあまあ。だからなんかね、ありがたい制度やな。それ利用しない手はないってなった。なんか、それ絶対あるなと思って、俺は、ね、移住とアーティストを広めたいなと思って。うん、うん、なんか、あんま、地方で演奏活動、うん、はいはいはい。の、なんだろう、現状がわからなかったからさ、はいはいはい、うん、なんか、需要あるのかも、できる場所あるのかも、うんうん、なんか、そもそも音楽家がどれぐらいいるのかも、うん、なんか何にも知らなかったからさ、うん、いやなんか、いきなりその、地方を移住したいって思って、まあその土地のね、キャラクターもあるし、うんうん、いきなり一人でボンって飛び込んでも、うん、なんか街の人とうまくいかんかもしらんし、みたいな、うん、なんかいろいろ考えちゃって、うんうん、そんな時に見つけたからさ。え、実際それでこっちは状況はどうだったの？あ、でも、なんだろう。わかんない。でも音楽家っていうより、うん、多分それも対人なんだろうなって思った。なんか、はい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 、私っていう人がそもそもいて、うん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 、で、その人がたまたま音楽家っていうだけ。うん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 、っていうなんか原点に立ち返ったというか、なんか多分どんだけいい音楽できる人が来てもさ、うん、きっとなんかその街の人と馴染もうとしなかったら、絶対生きていけないっていうか、なんか何も進まないし、うん、なんかそれでだから、なんだろうな、下手でもいいのかって言うと別にそういうことじゃないんやけど、うん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 、なんか、なんだろうな、価値の、音楽とか芸術っていう価値の押し付けになりかねないっていうか、はい、うんうん、なんか、こっちはね、いいと思ってやってたりとか、うん、こんなことしたいって思いを持ってても、なんか、そういうのにあんまり触れる機会がない人からしたらさ、急に押し付けられてる感っていうか、うんうんうん、なんか外から持ってきたもんいいでしょって言われてる感になりかねないっていうか、なんか、なんかこっちの価値を否定して、新しい価値をこう押し付けてるように感じさせたら負けだなって思った。うんうん、すごいよね。それをさ、この期間中にちゃんと作ってさ。いや、でもなんか。だって、俺は来た身だから、こんなにウェルカムで接してくれんだって思ったから、うんうんうん、すごい土壌はしっかりしてたし、なんか、それこそこの間音楽室でライブも初めてやらせてもらったりとか、うんうん、なんかああいう環境もすごかったし、なんか、俺は勝手にもまなみちゃんの力やなと思ってたんで、いやいやいや、すごいなと思って。よく受け入れてくれたなって思う。なんか街の人たちが。寛大だよね、みんな。本当に。なんか全然、なんだろうな。知らないから嫌だってする人ってあんまりいないよね。まずなんか、ちょっと興味持ってくれたりさ、うん、ちょっと知ろうってしてくれる人がなんか多いからさ、うん、いや、それはめっちゃ錦江町の良さやなって思う。うん、いや、そうだよね。なんか、すぐ仲良くなる気がする。うん。
たいよな。だってなんか会って初めて会った人で、うん、なんか会ってすぐに、うん、あんたどこどこに住んでんのけみたいな、その地名っていうかさ、うん、住んでる自治会とか、うん、あそうなんですよとか言ったら、うん、うち近いから今度遊びに行こんねみたいな。いたの？いやまだその人のうちどこか知らへんから。でもなんか知ってはくれて、フルートの人っていうので認識されてるからさ。いやあるよね。だからなんかすごい知ってくれてて、で、なんだろう、ご飯なんか食べに来なさいみたいな言ってくれたりさするから、いやありがたいなーって思って。俺マジ街歩いてるとインスタの人って言われるから。へえー、そうなんだ。あのコンビニとか行くと、おインスタの人だよ。へえー、なんか多分絶対東京じゃありえなかったなと思って。うんうんうん、すごいよね多分広がり方が、うん、人を人でこうどんどんつながっていくし。確かに。だからなんつうの、知ってくれてるからこそさ、活動に応援してくれるさ人が増えるから、うんうん、なんかやっぱ地域で、地方でこうアーティスト活動するのって意味があるなって思うんだよな。なんかね、どちらもそれぞれ良さがあるからさ、うん、その都会で活動するのと、うん、地方と、うん、だからなんかこっちもこんな良さがあるよっていうのをさ、うんうん、でも知らない人の方が圧倒的に多いっていうか、はいはい、なんか都会での活動ってなんかある程度こうイメージできるっていうかさ。そうそう、確かにそうだよね。でも地方での音楽家の生活ってあんまイメージできないっていうか。できないです。だってここの教室やってんだよ。すごいよね。まさかの廃校でこの曲できましたみたいなね。いやそうそうそう。昨日もそれこそ廃校で撮影してて、うん、宿り原の上って誰も使ってないじゃん、ほぼほぼ、うん、すごかった。まずエアコンないから汗だくだし、この衣装だし。いやちょっと衝撃だったのは、うん、今床汚いなと思ってて、うんうん、まあ、それはいいんだけど、なんか白いなと思ったら、ちょっと黒い話なんだけど、スズメがそこで亡くなっちゃってて、うんうんうん、それで多分出られなくなっちゃってみたいな、で中で撮ったんだけど、うん、なんか絶対東京じゃさ、そういう現実も見れないからさ。確かに。びっくりしたな。だって東京で廃校借りようってなったらね。そうだよね。大変だよね。地方まで行ってなのか、借りるお金がどれぐらいなのかわかんないけど。ただですからね。ありがたいよね。ですかね。マジ車あればどこでも行きますからね。本当に車もゲットしましたしね。いや、ありがたいっすね。なんかすごいよね。なんかね、この新しい価値観っていうか、うん、なんか選択肢が増える感覚。別になんか今までのものは今までのものとして良くて、うん、でもこういうのも実はあるよ、みたいな。こういう生活も実はあるんだよっていうのをさ、なんか、細く長くこう発信していくっていうか、知ってもらうって、なんか割と結構重要な役割だよねって思う。それね、本当に大阪だったりね、東京でも住んでたしさ、俺も住んでたからこそさ、うん、両方知ってるからね、うんうん、分かる面もあるし。発信はね、していかないとなって思うな。いや、なんかすごいなって思う、私は。アイサメさんの発信力というか。うん、まあ、仕事早いからさ、ポンポン動画ができるやん。いや、マジ、俺多分それが取り柄だと思う。いや、マジすごいよ。制作スピード、マジ早いと思う。なんかやりたいことがありすぎて、うん、一つのことにこう、とどまってるの嫌だから、もう、それこそタスク、嫌なことってあるんで、めんどくさいこととか、うんうん、もうそっからやっちゃう。えらい。で、わーっつって曲作るみたいな。えらい。いやー、ほんとに。すぐめんどくさいこと後回しにしちゃうから、私。いやー、いいですか。たくさん仕事あるけど。もうありがとうって思いながら、ずっと後回しにしちゃう人だからさ、ポンポン出してんのえらいなーって思って、いつも。いや、俺まだ全然時間とかも、心も、体も、何にも、めちゃくちゃ余裕あるから、うん、まだたくさんできるなって。うん、結婚とかしないですか？結婚しないですか？結婚ね。いや、この前もさ、はい、
いや、なんか、年齢的にさ、はいはい、言われへん。言われることない？あんまり。あー、俺、ないな。なさそうって思われてるのかな。なんか、うん、多分余計協力隊3年目で、はいはいはい、なんか、街離れちゃうかもって思う人も多分いるから、うん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 、なんかこっちにつなぎ止めとくために、こっちの人と結婚してねとか、声かけられたりする。から、いやなんか、結婚したとてどっか行くかもしらんのに。ね、性格的にね。そう、多分じっとはしてないから、うん、誰とどこで結婚しても。ね、だからなんか、ね、いや、いい出会いがあれば、みたいな。え、ほんと、ほんとよ。なんか、本心で思ってんねんけどさ。願望はあるんですか？願望は、正直なくって。これ放送しよう。なんかね、うん、でも、なんだろう、なんか、無理やりどうしても結婚したいとか、うん、なんか、何歳までに結婚したいとか、うん、なんか、子供が絶対欲しいとかが、ないっていうだけな感じ。うんうんうん、結構フラットに。うん。なんかまあ、いい人がいたら別にしてもいいし、うん、まあ、しなくて事実婚でもいいし、あ、なんかあんまね、憧れとこだわりがないんだよね、そこに。うん、でもなんか、なんか相手が、なんだろう、同じ年ぐらいになるとさ、はいはい、やっぱ相手もこう、いや、結婚がどうとか、いや、子供何人は欲しいとかさ、はいはいはい、あるやん、願望が。男性側も。ありますね。でも、子供何人欲しいって言われたときに、うん、あ、じゃあなんか他の方の方行った方がいいと思いますって思っちゃう。へ、自分願望ないから。なるほどね。よくないなって思うんだけど。いや、それぞれじゃないっすか。子供好きなんやけどね。あー、そっか。なんかシッターのバイトとかも昔してたし。知らなかった。フランスでね、シッターのバイトしてたの。フランスで。すげえ。何歳ぐらいとかあんの？ね、バラバラだった。1個目は、うん、5歳、いや、ん？ 4 歳、5歳ぐらいの子、うん。で、2つ目のシッターのバイトは、7歳と11、12。なんか、それぐらい。バラバラやね。だった。うん。から全然好きやしさ、うん、甥っ子もいるからめっちゃ好きやし。ああ、言ってたね。お姉ちゃんいる。うん、お姉ちゃんだっけ？そう。あれ、神奈川だよね。あ、そうそうそう。あ、言っちゃった。だよね。なんかめっちゃ好きなんは好きなんやけどさ、うんうんうん、別になんか自分の子供欲しいとか、はいはいはい、なんか何歳までに欲しいとか、何人欲しいとかがなくて、だからなんか、いいなって思った人いても、うん、子供の話された時に、あ、ちょっとね、あの、怖いねんな。なんか、あ、絶対子供欲しいとか言われたら、あ、じゃあ私無理だって思っちゃったりする。なるほどね。なんだろう、難しいとこだよね。難しいよね。なんかもうちょっとなんか、うん、まあもちろん同じ年とかさ、これぐらいで子供欲しいっていう願望を持ってる人もいっぱいいるからさ、うん、で、結婚したいっていう願望ある人もいるから、うん、じゃあそんな願望そこまではしないから、うん、じゃあある人同士できっと先にくっついた方が幸せだと思うなって思っちゃう。うん、後回しになっちゃう。やばい。やばいかわかんないけど。マジで結婚願望なかったんだけど。うん、え、過去形やん。そう。何？どうしたの？いや、マジで、移住してから、うん、もう自分がやったことないことは楽しいなって思いすぎて、それこそ山登りもそうだし、うんうん、はいはい、トレーラーもやるし、うんうん、こっちもそうだし、なんかもう、やったことないことやるのって面白いなと思って、うん、結婚も面白いんじゃないかなって、うんうん、そういう観点で見るようになっちゃった。いや、なんかやってみるっていうかさ、うん、まあその後うまくいくいかないにしてもさ、一、うん、回ぐらい結婚してみるのはいいよね、うん、きっと、うん。何の話してんだろうね、そうそう、思っちゃったな、今。あ、そうなんや。うん、へぇー、なんか最近ないんですか？最近は、ちょっと頑張って探しますね。頑張って探しますね。そうだね。まあ出会いがね、
そもそも多分、地方は、都会よりは少ないかもしれないから。わかんない。でも都会も人はいるけど、あんま深く関わることないか。うん、どうなんだろまあ、いる環境によると思うけど、東京行った時、う。うん。それこそフリーランスやったしはいはいはい。さ、なんか出会いなんてなかった。あ、そうなんだ。わかんない。なんか仕事の人はもう仕事の人になっちゃうから、なんかこっちの方があるなって思っちゃう。なんか業種が違うやん、みんな。あ、それは確かに、両親違う人と関われるから、確うかん。なんか音楽の同じクラシックの界に。はい隈のはい。人とかだけやったから、なんかそういう感じに見られへんっていうかさ。だからこっちの方が、だからなんか出会う人数は少ないけど、深く関わるっていうかさ、そうだね、人間性と人かは。知りやすいもんね。あるから、どっちって言われると難しいけど。なんか1対1でこんな人と話すことそんなないしな。なかった。人に興味なかった。しかも、あれだよ、空港とか送ってもらってたから、車なかった時とか。もう2時間、3時間、ずっと2人っきりだったそうから。か。なんか、そこでいろんな人と話して、ああ、会社こう思ってんだ、みたいな。なんか、自分の直感って全く当たんないんだな、と思ってへえ。あ、思ってたのと違全うって然こ違と？うと思って。へそうえ。そうそうそう。あるな。確かに人とよく話すようになったな。変かもしれないけど、俺人と話すと自分が好きになるんだよね。へえ、どういうこと？ いや、なんか、いや、まあ、変わってるってめっちゃ言われるんだけど、俺すげえポジティブに捉えてて、それをずっと。で、そうそう。で、まあ、どんなとこ行っても楽しく生きられるし、ハッピーだし、なんか、なんだろう、変わってるけど自分らしくずっといれるからいいなと思ってたけど、こう人と話すと、なんかその違う部分が浮き出てくるんだけど、なんかそこをちゃんと愛せて、好き。ああ、でもなんかそれはわかる気がするな。なんか、お互い認めれるよね。他の人は他の人で、でも自分は自分でって認められるのはなんかわかる気がするな。やっぱこの街の人はね、ちゃんとしてる人が多いから、すごい人が多いからこそ、やっぱ頑張ろうと思えるし、そう話してると。確かに、私も、なんだろうな。自分より頑張ってる人がさ、当たり前に周りにいる環境やからこそやばいさ、よね、それ。なんか、あ、こんなんで弱音吐いてたらあかんわ、みたいな、思えたりする。あ、もっと頑張らな、とか、あ、もっとできる、とか。でもそれを見てまたさ、向こうは向こうで多分思っいや、て やってたりもするやん。なんかいい環境だなって思うかも。環境素晴らしいよね。変わるもんな。なんか、街のね、元からいる人も、まるっと受け入れる感っていうのはすごいなって思うしさ、で、移住者は移住者でまた、地方だけどさ、なんか死ぬほど働いてる人いっぱいいるやん。死ぬほどいいよ。なんか、だってさ、みんなだって、今日どこいるって東京とか、北海道とか、みんないろんな場所いるよね。地方イコールゆっくりみたいなのって、もう全然、なんか違うなっいや、て思う。ないっす、マジで。みんなよく働くなって思う。頑張んないとなって思えるな。ねいや、それこそ学校でやってるから、え。朝一番早いんだけど、夜一番遅いってわけじゃないんだよ。誰かしらやるんだよね。ああ、ちょっともうちょっと、あとワンコーラス続け歌やっとこうかな、みたいな 思えるんだよね。近くのね、教室の方たちですね。すごいんですよ、皆さん。ちょっと頑張ろうと思いますわ。みんな優しいし。しかもみんなちゃんと遊ぶじゃん。体なんか、力、化け物だよね。おかしい。なんか本気だもんね、全部。全力と遊びも、なんか飲みも、仕事も、なんか全部全力やから、なんか私の方が体力ついてかれへんって思うことめっちゃある。みんな若いもんな。す若い。ごい。この街の人みんな若なんか自分も生徒さんとかさ、い。ああ。は70何歳とか普通にいるわけよ。いはいはい。70何歳で初めてフルート吹きました。で、でもいっぱい練習してきたりとかさ、どんどん上達するのとか見てるとさ、いや、ほんとすごいな、みたいな。だって、そういう人もさ、
70何歳だけど、日中仕事したりしてるわけよ。うん、そうだよね。朝から夕方まで仕事して、でその合間に休憩時間とかにフルート練習して、で、レッスン来て、みたいな。で、もっと課題くださいとか言って。素晴らしい。いや、もうなんか、こっちがすごいなんか学ばせてもらって、なんかもっと頑張りますって思えちゃう。うんうんうん、なんか自分はすごいさ、すぐは、なんかめっちゃ疲れたとか思うとさ、うん、なんか、フルート、恐怖感でいいやとか、なっちゃったりするから、うん、あかんあかんって思って。うわー、すごいな。生徒さんから、いつもね、元気っていうか、やる気をもらってんの。なんか、いや、それもすごいよな。なんか、ちゃんと教える立場でもあるってのもすごいね。教えるのでも昔から好きやったかも。あ、それこそ最近俺、最近小学校とか行かせてもらうことが増えて、うんうん、なんかそういうこともちょっとずつやるようになったから、うん、やっぱ先やってるんですよね、先輩は。いや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 。まあ何回も言ってるかもしれないけど、俺はこの街が好きだから、うんうん、なんかそれを確かめにいろんな場所に行きたいから、うんうん、拠点を増やす。いい、素晴らしい。私はそれに感化されて、自分も拠点を増やす。いや、最高。そのさっき言ってたライブは初めて聞いたから、やりたいとかも、あとね。そう、やりたい。なんかそれちょっと一緒にできたら面白そうだよね。うん。いろんなとこ行くからこそ。なんか、みんなそれぞれさ、うん、ほぼ他拠点みたいな感じやん。いや、そうなんだよね、実際。だからなんか、それぞれ、まずそこの、すでに知ってるさ、うん、人がつながりある土地に遊びに行くでもいいしさ。そうだね。なんか、そこからこう、どんどん広がっていっても面白いし、うん、なんかあんまこう、絶対ここだけみたいな、はいはいはい、絶対この鹿児島だけとかにしたくないなっていうのは、うん、なんか、うん、3年経ったからこそ、思うかな、うん。なんか自由でいたい。うん、うん、うん。そうだよね。なんかすごい、なんかレッスン用のアカウントとかあるんやけどさ、インスタで、実は。あ、してます、してます。あ、なんかあんま最近動かしてない。はい、そう、募集してないからさ。生徒さん、今止めてますって書いてますよ、ね。そう。あれもなんかちょこちょこ、なんか県外の人も、あ、なんか、しばらくこの辺に滞在するからその辺でレッスン受けたい人とか、で、したくって、はいはいはい、でもそのためにはずっと発信続けないとあかんや。興味を持ってもらい続けないといけないから、いや、その演奏動画系も、いや、ちゃんと本腰入れて頑張らななって思ってる。楽しみにします。いや、マジで、なんか全然できてないんだよね。キャメラ買ってたしね。うん、そう、キャメラ買ったし、やらな。いやー、いいっすね、いることがやってることがあって。そうね。頑張らなな。頑張ろう。頑張ってるけど、頑張ろう。と頑張って。そして、頑張ったら肉食べよう。食べましょう。あの10月、お互い誕生日なんで。うん、マジで。え、てかあの、誕生日さ、はい、あの、ユニバ行くことになった。ヒカルさんと。やば何それかわいいっす謎になんか、え、じゃあ、誕生日でいいって言われて。マジ？そう、誕生日の時行こうよ、みたいな。ユニバ行くためだけに二人で大阪飛んで帰ってくる。え、平日土日どっちの日？平日。えっくー。YouTube 撮って。いいなぁ。ちゃんと行こうって言って。なんかハロウィンの時期だからさ。そっか、10月だしね。絶対楽しいって言って。行こうって。えっくー。10なんだっけ？ 19。うわぁ、先輩だ。何日か先輩。23なんだ。多いんだよな、今日10月30日。多い。10月マジで多い。なんか下のね、事務所も多いよ、10月。マジ？え、もう来月やん。やばーい！ 28 歳になっちゃうで。やばーい！ 28 か。でもなんか、みんなにさ、何歳って聞かれてさ、うん、あ、今年28ですって言いまくってるからさ、うん、もう28歳の気分でいる。あ、確かに心持ちはもうなってるよね。そう、あんま変わらんやん。もうもはやさ、いや、変わらん。もはやなんかあんま別にどうでもよくなってきてるから。うん。俺別に28でもめっちゃ若いと思ってるし。うん。28です。なんかしかもあんま歳取ることがさ、うん、結構好きな人やからさ、あ、プラスになる人やから。いや、いいね。あんまりだから、なんか、なんやろ、若い子の前とかではさ、いやもう28だからとか言うけど、わかる。それちょっとわかるわ。自分は別になんかそこまで、なんかそれに対してマイナスイメージとかさ、うんうんうん、
あんま持ってないから、なんか社交辞令では言うけど。あるよね。マジで、俺こっち来てそういう学生とか関わることめっちゃ増えたから。うんうん。うん、自分のことジジイとか言ってみたりとか、うんうん、都会だとか。言うよね、私も言うし。うん。うん、そういう機会、なんか、そういうなんか学生と話せる機会も、すごい尊いなというか。確かに、こっち来たからこそ。うん。できることだよな。あ、1時間ぐらい話してるわ。すげえ。すげえ、あっという間。やべ、あっという間。1時間話して、最後何聞こう。あー、じゃあ最後、なんか夢、これからの夢みたいな。あー、はい。今の夢だ。今の夢を聞きたい。うわー、むずいね。今のってむずいね。そうそう。なんか、これをまっか、まなみちゃんがそれ見返した時に、こう、時こう思ってんだって思ってもらえればいいから。うんうん、今、なんか、こっちに来てから、ずっと変わらないのは、うん、いや、でも、ぼやっとしてんな。なんだろうな、うん。いや、すごい本心でちゃんと思ってるのは、やっぱりなんか、地方でも、音楽家は生きていけるって、うん、言い切れるようになること。うんうん、生きていけてます、私、みたいな、うんうんうん、なれることかな。すごい、でも、なんか遠い先の話です。今日ずっと思ってることなんでしょう。うん。なんかこっちに来る前から、やっぱそれを試したいっていうか、うん、なんか自分自身でやってみたいって思ってきて、でも来てやってみてさらに思うかな、うんうん、なんかそう言える人が一人いるのといないのとでは違うよなって思うからさ、やっぱやりたいことになんか重なること多いんだよなそうなんだよな、うん、ね、なんかこんな楽しいよみんなもおいでよみたいなさ、うん、感覚で言いたいかな、うん、言えるようになりたいかな、応援してるし、なんか自分もそれに切磋琢磨できるように頑張ろうといつも思っております。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。まあ、第1回はこんな感じでいいですかね。はい。エッチーとの。エッチーと第1回。はい。伊藤まなみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また呼ぶと思います。はい。もちろんです。お願いします。お願いします。最後、あっちのカメラに。バイバイ。バイバイ。第2回も、いつかやります。また。夏が終わってゆく、その日々が愛おしくて、浜辺に描いた君との約束、ずっと忘れない。